2S4 チュリパン 240mm 自走迫撃砲、2S4 タイルパンは、1975年に、部隊配備が始まったソビエト連邦の自走砲で、世界最大の自走迫撃砲である。なお、チュリパンとは、チューリップのロシア語読みである。240mm 迫撃砲展開状態の 2S4 車体は 2S3 と、同じものを採用しており、後部に、 M-240-240mm 迫撃砲を改装している。この砲は移動時には車体に水平に寝かせてあるが、砲撃時には車体の後方に展開する。このため、射撃時には車体を砲撃目標に対して後ろ向きに駐車する。砲は水圧駆動で不行角45から80度、電動で左右角8度まで旋回でき、緊急時には 手動操作も可能である。射程距離は通常で800から9700メートルだが、最大で2万メートルまで延長することができる。発射速度は1分あたり1発である。砲の後端から装填する5層式で、砲身を水平に倒した状態で、チェーン駆動の補助装置が砲弾を押し込む。砲尾の蓋が閉じた後、砲が射撃角度に起き上がって発射される。 1 3 0ラムの通常弾に加えて、鉄鋼弾、タイコンクリート砲弾、化学砲弾、核砲弾を発射できる。実戦では、アフガニスタン侵攻、チェチェン紛争の際に使用され、特にアフガニスタン侵攻の際には3回後、スメリチャークレーザー誘導砲弾を使用し大きな戦果を上げている。ありがとうございます。